ライティングをセットアップするときに、キーライトとフィールライト、これ以外にバックライト、これをセットアップするとどうなるか、めっちゃ変わるでしょう。サルウェブ版のりです。このチャンネル見てくれてる人はね、おそらく YouTube をやってる人が多いと思うんですよ。やっぱりね、バックライト、これをね、上手に使った方がいいと思います。特にインタビュー動画を撮りたい人、それからこんな感じでね、 YouTube でこう話す動画ね、そういうものを撮りたい人、ぜひね、ちょっとバックライト、どんな風にライティングしたらいいかっていうのを今日のこの動画で学んでいってください。とりあえずライティングの復習をしましょうね。室内でいい感じの撮影をするときには、まずはね、部屋を真っ暗に、外の光が入ってこないようにします。するとね、外の光が入ってこないので、こう外が曇ったり晴れたりとかで、こう光の量が変わったりするんですけど、それをね、コントロールすることができるようになるんですよ。で、今部屋の明かりだけで撮ってます。これちょっといけてないんですよね。部屋の明かりって上から照らして顔の部分が照らされないじゃないですか。なんでこれをコントロールするのにキーライトを使います。キーライトを使うとこんな感じ、斜め45度の位置から照らしてるんですけど、キーライトについてはちょっとまた別の動画作りますね。その動画を作り終わったら、この動画の詳細欄にも入れときます。楽しみにしておいてくださいね。そしてキーライトを準備したら、今度はね、この室内のライト、普通にね、あの部屋についてるライト、これね、ちょっといけてないんですよね。上の方から全体を照らすライト、あんまりこれ使わない方がいいんですよ。ちょっとこれ消しましょう。するとね、こんな感じで背景と切り離すことができたと思うんですよね。背景が暗くて、キーライトここだけで人物を照らしてるじゃないですか。これがキーライトだけの、一つだけの照明です。そして次、フィルライト。フィルライトに関しては前動画にしてるんで、まだ見てない人、この動画見終わった後でいいんでね、そっちもぜひ見てください。ここのね、影の部分、キーライトここ1個しかないから、反対側がもう必然的に影になるんですよね。これを補うライトです。はい、するとこんな感じで、ここのね、反対側の影になってた部分を補うことができます。これでね、背景とさらに切り離すことができたと思うんですよ。背景が暗かったのが、ここ、こことここは当たってるから、ちょっとね、被写体自体が浮き出るような感じになってると思います。これが今、2つ。キーライト、それからフィルライト。この2つのね、ライトを使ってる状態です。じゃあ、いよいよ、バックライト。これを使ってみましょう。はい、こんな感じになります。ね、いい感じでしょう。背景ともしっかり切り離してね、分けることができるし、そしてね、背景にいい感じのね、色が入ってアクセント。まあ、これはね、自分の好みのカラーでいいと思いますよ。どんなライティングの仕方、どういう色でもいいと思うけども、何かしらね、こういう風にね、バックライトを使うことによって、こう、その動画の雰囲気とか、まあ、チャンネルの雰囲気だったり、まあ、その人の雰囲気、ね、なんかそれをこう演出することができると思います。せっかくなんで、俺がじゃあどんなライトを使ってるかちょっと見せましょうね。まずここですね。このフォーカスって書いてあるやつ。これ前、あのショートの動画にしたライト、チューブライトですね。LED のチューブライト。ここにコンセントがあるんですけど、このチャージングステーションから電源を取って、こんな風にね、つくようにしてます。このね、棚のところに、ここ機材いろいろ置いてるんですけど、ここがね、アクセントになるように、ここにもね、ライトを入れてるんですけど、これもね、Amazon で買ったんですけど、リンクがあれだったら入れておきます。全然スポンサーとかじゃないんですけどね。これがないとね、ちょっと寂しいでしょ。あった方がいいですよね。このライト、この2つですよね。そして3つ目、これもこの前動画で紹介したナンライトのライトなんですよね。で、これをね、床に置いてこっちを照らすことにしました。これがないと、やっぱね、ほら、壁のところがちょっと暗いじゃないですか。ね、これをつけることによって、
いい感じの背景になってると思うんですよ。これがね、本当はね、紫じゃないんですけど、青なはずなんだけどね、こう、カメラでね、映すとちょっと紫っぽい色になるんですよ。これは、切るとこんな感じ。つけるとこんな感じ。ここがね、ちょっと紫になるような感じにしてます。で、これはね、IKEA で売ってるライトです。で、ライトスタンドはね、もう普通のベッドライト。これをね、この机のところに引っ掛けて、そして背景をね、ここを照らしてるわけです。ここにね、アポチャーのアマランっていうライト、これをね、置いてます。これもね、リンク動画の詳細欄に入れときますね。これポータブルのライトなんですけど、これ光量をね、一番落として、そして一番オレンジ側の色にして、ここの壁をね、照らしてるんですよ。これがないと、こんな感じ。ねえ、やっぱあった方がいいですよね。そして、これ。この、learn, make, repeat。好きな言葉ですよね。これもまたリンク入れときますね。これも全然スポンサーとかじゃないですよ。これちなみにね、こんな風にね、色変えられるんですよ。はい、この色。うん。やっぱあった方がいいね。さあ今日の動画はどうだったでしょうか。バックライトの使い方、ちょっとでもね参考になったなって思ったら高評価を押しといてくださいね。そしてチャンネル登録まだしてない人、ぜひチャンネル登録しててもらえたら、このチャンネルでは今日のこの動画みたいに、まあ、バックライトのね使い方、照明の使い方とか、まあそういうね動画制作に関することをシェアしていってます。そしてね、俺のこのバックライトどうかなとか、私のライティングどうかな、これ私のチャンネルのテーマに合うかなどうかなとか分かんないじゃないですか。大丈夫。そんな人のために動画の力コミュニティっていうね、コミュニティを今やってます。今70人を超える動画好きのみんなが集まってくれてて、そしてみんなでね、動画のスキルをお互いにフィードバックを出し合いながら磨いていってます。そこでね、ライティングどう、俺のライティング、私のライティング、そういうのもね、全然みんなにね、こうフィードバックを求めてもいいわけです。いいでしょう。ちょっとでもいいなと思ったらね、この動画の詳細欄にそのリンクも入れておくんで、チェックしてみてください。I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね。Peace out! このね、この前動画で紹介したこのナンライトのパボチューブ 26C なんですけど、ほんとね、バックライトでどう使おうかなってかなり悩んだんですけど、やっぱね、この使い方、ちょうどね、床に置いてるんですけど、ね、絶対これがいいよね。これちょっと迷って、ほんとはね、こんな風にしようかなとも思ったんですよ。どう？まあ悪くはないけどね、ここにこう一本ね、リーディングラインの、そのラインをね、こうライトで演出するっていうのも悪くないかなと思ったんだけど、やっぱでも床の方がいいかな。まあ気分によって変えるかもしんないけどね。よかったらどっちがいいかコメントで教えてください。じゃあね。Peace out! ちょっと昼飯食ってきます。じゃあね。